どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲、今日はクリスマスソングにやっていきますよ。はい、ただいまね、今使っているこのガズのね、ウクレレたち G ラボのウクレレ、大好評販売予約、クリスマスプレゼント期間中ですからね、ぜひ皆さん、ホームページ見てですね、ガズレレ G ラボウクレレラインナップ見てみてください。概要欄に貼っておきます。さあ、今日のレッスン曲はこちら、ドーン、サイレントナイト、こちらの曲でございます。この曲はクリスマスソングとしてはもうね、もう王道中の王道、世界中で歌われてるんですけど、このね、日本語版で言うと、きよしこの夜という歌になりますね。きよしこの夜なんですけど、このきよしこの夜は日本語バージョンだったんですけど、このサイレントナイトは、English version でお届けしたいと思います。英語ですよ、英語。はい。ちなみに、以前ね、ガズレレ YouTube で取り上げている、きよしこの夜日本語版のレッスンは概要欄に貼っておくんで、そっちやってみて。同じですけど、コード進行は。要は歌詞が違うだけなんですけど、ちょっと演出も変えてますということなんですけど、今日は英語バージョンでやっていきます。英語か、ちょっと難しそうと思うかもしれないんですけど、この曲はですね、皆さん、英語デビュー、洋楽デビュー、洋楽というのかな、英語で歌う曲のデビューにはすごくふさわしいと思います。なぜならすごくゆっくりで、単語の数も少ないんですね。なんで一番だけでもいいんで、ちょっとね、ゆっくり英語の曲、トライしてみるといかがでしょうか。こう清らかな気持ちになりますが、日本語の清しこの夜とはまた違ったね、なんかこう世界観がね、演奏しているとすごい感じられると思います。ぜひ挑戦してみてください。本日はね、なんとですね、シンプル簡単バージョンのワンバージョンでいきます。というのもこの曲ワンブロックね、3回弾く3拍子の曲なんです、ね、こんな風に C が2ブロックあったら 1,2,3,1,2,3 っていうのは感じです。これが今日の特徴なんで覚えておいてください。そしてクリスマスソングといえば欠かせないのが、はい、このベルを使いまして、ここにね、手首につけて演奏していくっていう演出をしてみたいと思います。さあ、これからね、レッスン始めていこうと思うんですけどね、皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでですね、もうあっという間にどんな人でもすぐにできる最強のプログラムを用意しておりましてですね、びっくりするぐらいできますよ。はい、やってみたいなと思った方で、概要欄にウクレレゼロから始められるよというところのリンクがあるんで、そこにジャンプしてもらって動画をね、上から順番に見てウクレレ触っただけですぐできますから、やってみてください。ガズレレではですね、課題曲にしている曲2000曲近くもあるんですね。どうせウクレレ練習するんだったら自分が好きな曲、やってみたい曲がいいでしょうということで、こんな風に自分がやってみたい曲スペースガズレレって YouTube で検索してもらうのはめちゃくちゃおすすめです。きっと皆さんの好きな曲出てくると思いますよ。はい、そんなことでじゃあレッスン入っていきましょう。サイレントナイト、イングリッシュバージョン、きよしこの夜、英語バージョンですからね、ゆっくり3拍子ですよ、覚えておいてください。やってみる。All is bright, world.
ナイトガズレレ流シンプル簡単バージョン、三拍子バージョンやってみました。はい。やっぱこの鈴の効果、いいでしょ。これでクリスマス感がすごい出ますね。はい。ゆっくりやってみてください。コードはさっきも言ったけど、超簡単コードですから安心のやつですよ。C と F と G7。これはウクレレ始めた初心者の方が一番最初に覚える入門用コード3つですから。嬉しい。これで、本当だからこの曲でウクレレデビューすることもできると思います。さっきも言いましたけど、日本語版だったら本当すぐできると思いますからね。概要欄にね、日本語版のやつも貼ってるんですけど、まあ、英語版もぜひチャレンジしてください。やっぱでも、まずね、やっぱ英語聞き込んでやるのがいいと思いますね。はい。そして今のね、デモ演奏した演奏なんですけど、これね、ガズの手書きのノートを見ながら演奏していったんですね。これ今ね、ちょっと映しますんで、皆さんメモっといてください。どんな風に書いてるかっていうと、本当手書きで、さーっと書いて、いつものように、こういう感じで書いてるんですけど、これね、今もうちょっとしたらね、みんなにこんな風に大きく映して見えるようにしようと思うんですけど、これガズクラブっていうね、ところでこれダウンロードできるようになってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた、サイレントナイトを含むガズが今まで取りまくってきた、書きまくってきた手書きの楽譜、ものすごいあるんですよ。その中から毎月5曲、皆さんお選びいただいて、お手元に即座にダウンロードしていただいて、すぐにね、練習に入っていけるよという画期的なサービスがあるんです。そしてこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、毎月2回、全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンを開催しております。これがめちゃくちゃ盛り上がりますからね。はい。そしてね、このメンバーだけが使える専用のアプリがあったりしてね、もうかなりこれね、いろいろ面白い、チームになっております。ぜひこのガズクラブね、チェックよろしくお願いします。概要欄にね、貼っておきますね。で、これとちょっと違うんですけど、 YouTube メンバーシッププログラムというのがあって、この YouTube のね、大学があるんです。このガズレレ大学、こっちは毎月590円で毎週2回のライブ配信による、もう濃厚なね、もうすごいです。課題曲を決めて、もうテーマを設けてやっている大学ですんでね、こっちはなかなか面白いんですけど、16ビートぐらい弾けるようになってから入ってくださった方が面白いかと思います。これもね、概要欄に入って、URL 貼っとくんで、ちょっと見てみてください。あとですね、毎朝、ガズさん、7時半からラジオ配信してます。ガズラジ、スタンド FM というアプリ、誰でも聞ける、いつでもどこでも無料で聞けるラジオアプリなんで、これでですね、ぜひガズさんの、いい話、音楽にまつわることとか、いろんなことやってますんでね、ぜひぜひ聞いてみてください。今ご紹介した3つのコンテンツは概要欄にね、リンク貼ってますんで、ぜひチェックお願いします。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。はい、サイレントナイト、清子の夜、英語版でございます。三拍子の曲って書いてありますね。はい。だからここ、でん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 、1、2、3、伸ばす。こんな感じです。この演奏のところはもうね、超簡単だと思うんで、ゆっくりだしね。やっぱりこれ、英語のね、タイミングだと思います。はい。この辺ね、ちょっとこうやって今映しておくので書いてくださいと。で、この英語のところなんですけど、この歌詞の上、このガズさんのノートはですね、この、点でね、リズムが分かるようになってるんですけど、まあ、これ大体分かると思いますけれども、これ、お時間ある方は手書きでこう書き写してもらうのもいいし、ガズクラブでこの楽譜をゲットしてもらうと、この言葉のタイミングとかめちゃくちゃ分かるようになってるんで、ね、この楽譜の書き方と。ぜひぜひ、これ、お時間ある方は書いていただき、ガズクラブもぜひご活用ください。はい、これ一時停止して書いてください。ここまでって1番ですね。で、ここ感想ちょっとね、省略で書いてますけど。で、ちょっと場所が狭くなっちゃったんで、2番、3番は、こんな風にちょっと1ブロックちっちゃく書いて、要は8ブロック横に書いてますけど、コード進行1番と全く一緒ですから、歌詞がね、変わっていくという、そんな感じです。なんで今こう、ざっくりと写しておきますけど、これはテロップ見てもらうのもいいのかもしれないな。はい、一応こんな感じで写しておきます。一時停止で、この歌詞を書いて、この歌詞のね、3番とかちょっと歌い、英語のところ難しいところも出てくるかもしれませんけど、まあまあ練習して、まあ1番だけでもいいと思いますけど、最初ね。はい、やってみてください。今日はコード3個ですよ。C と F と G7。C は、はい、一番下、これ1個、一番下、下1本。F っていうのはこことここの2箇所。指立ててくださいね。はい、ここ斜めです。斜めで、F は斜めのイメージ。で、G7 はこの三角形。はい、こことこんな風に押さえます。F から行くときに分かりやすいんですけど、キュッと斜めにすると押さえやすいです。これ F の角度のまま、こう一弦のね、ここ入らないね。こんな手首斜めにするといいですよという。C、下一本、F、斜め、G7 は三角形。この3つでやっていきます。これは、ウクレレ始めた人がその当日覚える入門コードですから、いけると思います。はい、やっぱこの曲のやっぱりね、やっぱ最大の特徴は、英語ですね。English。
これはですね、もうモノマネして、洋楽とか英語の曲やるときのポイントはですね、ガズいつも言ってるんですけど、モノマネと調子に乗る。この調子に乗るっていうのがかなり大事で、もう外人気分、私はアメリカ生まれですとか、イギリスに育ちましたみたいな、そういう気分でですね、調子に乗るっていうのが、忘れてはいけません。はい。ちょっとね、こう、その中、自分でこう、入っていく感じも大事です。この舌を巻いたりですね。なんかそういうのもやると、結構なんか、僕はその洋楽がすごく好きなんで、そのモノマネして、その調子に乗ってっていうので、大体なんか雰囲気をつかんでいく。そんな風にやっております。皆さんもぜひ洋楽っていうのかな、英語の曲ですけどね、チャレンジしてみてください。またこれクリスマスソングっていうのがまたもう最高ですよね。クリスマスには、ケーキとかシャンパンとか囲んでこういうのをゆったり弾く。最高だと思います。ぜひ皆さん挑戦してみてください。さあ皆さんお知らせです。冒頭にも言いましたけど、今ね、ガズが使っていて、この G ラボのウクレレたち、販売予約受付中です。今クリスマスの時期なんでね、これ今回クリスマスのね、いろんなね、もう目白押し企画がね、今回の募集ではいっぱい行われておりますんで、概要欄にですね、ちょっとブログで記事があるんで、それもちょっと貼っておきますが、それも読んでもらうとね、いいかもしれません。動画にもご紹介してますけどね、ぜひぜひ皆さん、G ラボ最高のウクレレ、ゲットしてください。12月24日、クリスマスイブですけどね、皆さんご存知のように、ガズレレ YouTube チャンネルでですね、誰でも参加できる、クリスマスの配信をしようと思ってます。ライブ配信です。皆さん、16時からの予定になってますんでですね、ぜひ皆さん、パソコンやスマホの前に集まっていただいて、ガズさんとハニーも一緒に登場してですね、それこそシャンメリー飲みながらですね、乾杯してクリスマスをお祝いし、クリスマスソングとか冬の曲をいっぱい歌っていこうと思いますので、今からスマホとか予定帳とかカレンダーにですね、12月24日16時からガズレレのライブ配信だよって書いておいてください。それが終わったら皆さん、デートに行くなり、家族でディナーをするなり楽しんでいただければと、クリスマス気分どんどん盛り上げていきますよ。そのための予行練習として、ウクレレでできるクリスマスソングいっぱいやってるんですよ、ガズレレで。概要欄にクリスマスメール、ソングをまとめてるページ貼っときますんで、そっちも確認しておいてください。まあ、この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひ、インストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリッドミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。